こんにちは、GCN ジャパンの松村です。 Zwift やってますか？以前 Zwift の始め方をご紹介しましたが、今回はその Zwift をより楽しむ方法をご紹介していきます。Zwift はスマートフォン、PC、タブレット、Apple TV など様々な端末で楽しむことができますが、今回はより機能を使いこなすために Zwift のコンパニオンアプリを使っていきます。なぜこのコンパニオンアプリが必要なのかというと、レースのスケジュールを確認して参加予約をしたり、自分自身やフォローしている友人のアクティビティをチェックしたり、クラブ機能とかサイクルコンピューターのようにライド中のデータを確認したり、あとは Zwift をプレイ中にコントローラーみたいな機能を使うこともできます。 Zwift をプレイする上でより快適に機能を使いこなすためにはあった方がいいアプリです。このコンパニオンアプリを使うためには、ゲームをするための端末とスマートフォンが必要なので、 PC で Zwift を起動してスマートフォンでコンパニオンアプリを使います。 PC とスマートフォンは同じ Wi-Fi 環境下で使わないと連携できませんので、 Wi-Fi の接続をお忘れなく。スマートフォンはハンドルに取り付けるためにスマホホルダーなどを活用しましょう。PC ではオレンジ色の Zwift のアプリを立ち上げて、スマートフォンでは水色の Zwift コンパニオンアプリというのをダウンロードしてアプリを開き、普段 Zwift で使用しているアカウントと同じ E メールアドレスとパスワードを入力してください。それでは PC で Zwift を開いてみましょう。レッツゴーをクリックしてログインが終わりますと、それと連動してスマートフォンの Zwift コンパニオンアプリの画面が切り替わります。トレーナーや心拍メーターと Zwift を接続させて、画面の下の方にあるライドをクリックしてライドをスタートさせてみてください。そうすればマップが表示されて、自分の現在位置や出力、心拍数、ケーデンスといった情報が出てきます。指でズームして細かいマップを確認することもできますし、ズームアウトして全体を確認することもできます。ライドしながらコンパニオンアプリを使ってみよう。ここからはライド中にコンパニオンアプリで使うことができる機能を見ていきましょう。マップ画面の下から2段目のところを確認してみてください。ここをアクションバーと言います。左端からオレンジの背景で四角い記号のボタンは長押しをするとライドを終了することができます。次に矢印のマークがありますが、これは長押しをするとこうやって U ターンをすることができます。使いどころとしては、上りを上って下って再び上りたいという時や、 Zwift 上で友達を見つけた時にすれ違った直後に U ターンをして追いかけたりと使えます。次は HUD の表示設定です。まあ実際に押してみましょう。 OK。 こうするとゲーム画面のデータ表示がなくなりました。じゃあどうやってワットとか見んのってなるんですけど、その際はコンパニオンアプリで各種データを確認することができます。この際にマップの画面でもいいですし、コンパニオンアプリの下の方にあるダッシュボードをタップするとサイコンっぽい感じに表示してくれます。この表示の使い方はうまく組み合わせるとより Zwift をリアルに近づけることができるんです。 HUD をタップして表示を消して、同じ段の右の方にある目のマークをタップするとこうやって一人称視点になります。このようにして設定をしてあげると、普段は画面の前を見て、でたまにデータを見るだけに下をチラ見する、よりリアルな走り方になりますし、思いっきり走りたい、
細かいことを気にせず、とにかく走りたい。あと、データを見てると、思ったより数字が出なくて、とか、現実を見たくない。よりライドだけに集中したいっていうことのために、こうやって表示を消すのもおすすめです。肘をクイッてやってるコマンドは、集団走行をしていて、自分が前を走っていて、疲れたらこのボタンをタップすると、先頭交代を促せます。レースを見ていて、集団の選手が肘をクイッてやってるやつです。交代してくれるかどうかは相手によります。このコマンドはレースでしか出ません。腕を上げているアイコンはそのまま腕を上げます。ちょっと試しに振ってみます。次はサムズアップのアイコンです。押してみるとライドって言います。走ってる時にライドオンっていうのをたまにもらえて、ズイフト内の通貨であるドロップを稼ぎやすくなります。が、この親指マークのライドオンでは、ただライドオンと言って近くの人を応援できるだけです。実際にライドオンを送る方法は後でご紹介します。次はグラフです。これをタップすると心拍や出力を画面の下に表示するのか、しないのか、切り替えることができます。次はハンマーです。これを押すとハンマータイムって音が鳴って、周りに勝負しようぜと意思表示をすることができます。で、ハンマータイムってなって、いけるんやったら草レースを楽しんでもらって、いや、勘弁してくれよとか、ちょっと元気ないっすって時は、食パンのマークを押してください。I'm toast と音が鳴ります。バトルする意思がない。無理ですって伝えることができます。まあ、現実世界では、I'm toast って言いながらアタック仕掛けてくる人の方が多いですよね。次は、ニッコリマーク。これを押すと、ナイスって音が鳴ります。使うシチュエーションとしては、集団をいい感じに引いてくれる人が現れた時に、お、こいつええなって思ったら、とりあえずタップしてみてください。目のマークは、さっき喋ったように、一人称視点に変えることもできますし、前から、離れた位置から、様々なアングルで、プレイをすることができます。カメラのマークは、走っているところの、スクリーンショットを、こうやって、撮ることができます。1000ワット以上出した瞬間に、スクショ撮って、SNS で、ドヤーって、するのにも使いますし、走っていて、野生のプロと遭遇した時とか、コムを更新した時も使います。次はパワーアップアイテムの紹介です。走行中にアーチをくぐると、ルーレットが始まり、いくつかあるパワーアップアイテムのうち、一つを使うことができます。アイテムを獲得すると、PC のスペースキーを押すか、コンパニオンアプリでパワーアップアイテムのアイコンをタップ。そうすれば使用することができます。アイテムによってはレースの結果を左右しますので、ものによっては使いどころが重要です。ラージボーナスは経験値を250ポイント。スモールボーナスは経験値を10ポイントゲットできます。経験値ボーナスは獲得をすると自動的に加算されます。フェザーライトウェイト。ズイフト上での体重が15秒間軽くなります。タイミングとしては、上りでライバルをちぎる際に有効です。ドラフトブースト。人の後ろを走っていると、リアルと同じように負荷が軽くなり、少ない出力で走ることができるのですが、このアイテムを使えば、ドラフト効果が30秒高まります。単独で走っている時に使っても無駄なので、人の後ろについている時に使ってください。エアロブースト。エアロダイナミクス効果が15秒間向上します。使うタイミングとしてはラストのゴールスプリント。集団から飛び出してアタックを仕掛けたり、集団への復帰や離れた前の選手を追いかける。よく言うブリッジをする際に使います。ゴースト。あなたの姿が10秒間見えなくなります。こちらはイベント限定のパワーアップアイテムで、ステルスアタックができます。
タイミングによっては選曲が大きく変わりますね。ブリトー。ブリトーというのは海外では日本のさつまいも的なポジションで、食べるとおならが出るという扱いです。これを使うと自分の後ろについている人がドラフティング効果を得ることができなくなるので、月一の相手をちぎるのに使えます。現実世界で後ろにおならを吹きかけるとどうなるのか考えたら、なんで後ろの人がドラフティング効果を得られなくなるのがわかりますね。スチームローラー。ワトピアのジャングルサーキットのオフロードイベントで使用できる30秒のブースト機能です。オフロードを鳴らしてスピードが上がるというイメージです。アンビル。30秒間体重を増やして下りを速く走れるようになります。フェザーライトウェイトとは逆の使い方です。アイテムは一つしか所有できなくて、持っている状態でアーチをくぐると無駄になってしまうのですが、アイテムを使っている状態だと新しいアイテムを取得できますし、コンパニオンアプリで捨てることも可能です。計画的にレースの展開を考えながら使ってみてください。続いてはコミュニケーション機能です。アクションタブの下、コンパニオンアプリの一番下にあるメッセージを使うと、近くのズイフターに一斉にメッセージを送ることができて、ダイレクトメッセージを選ぶと個別にメッセージを送ることが可能です。ライドオンの送り方。走っていると自分のアバターの上にでっかい親指が現れてポケットに収納されます。それが他のズイフターからライドオンしてもらった合図です。ライドオンを送ってもらうと、15秒間走っていると勝手に溜まっていくズイフト内の通貨であるドロップの増加が2倍になります。15秒の間に再びライドオンをもらうと、残りボーナスタイムに15秒が追加されていくので、例えば立て続けに100人にライドオンをされたら1500秒もドロップが2倍になります。ありがたいですね。ライドオンを送ってもらってばっかりでは申し訳ないので、自分からも送ってみましょう。ライドオンを送るには画面の右にある近くのズイフター一覧から送りたい人の名前をクリックして、左に親指が現れるのでクリックするとライドオンをクリックできます。しかしこれがめんどくさいんで、コンパニオンアプリを使えば楽にライドオンを送れます。まずはコンパニオンアプリをマップの画面にします。自分のアバターの現在地の近くに白い円が現れるまでズームして、矢印のところをタップします。そうすると近くの人にライドオンをまとめて送ることができます。これは集団を形成しているときに便利で、集団の中でライドオンをお互いに送り合って効率的にドロップを稼ぐことができます。連続で何度も送ることはできなくて、10秒間ライドオンがチャージされますので、連投したい人はぐっとこらえてください。個別にコンパニオンアプリでライドオンを送りたい場合は、コンパニオンアプリの一番下真ん中にあるズイフターをタップすると、近くのズイフターが表示されて、その名前をタップして親指をタップするとライドオンを送ることができます。友達やプロ選手などをフォローしたい場合は、プロフィール画面の右上のプラスをタップするとフォローすることができます。フォローしたユーザーがログインして走っていれば、どこを走っていても一緒に走ることができ、お気に入りに設定するとツイフトにログインした際に通知を受け取ることができます。お互いにフォローしてライドオンをしたり、たまには一緒にズイフトでグループライドをしたり、オンライン上のライド仲間なんて作ってみるのも、今後インドアトレーニングを続けていくためのいい励みになるかもしれません。イベントに出てみよう。ズイフトでは
さまざまなイベントを楽しむことができ、脚力によってカテゴリーに分かれて世界中のライダーと競えるレース、一定のペースでみんなと一緒に走るグループライド、みんなで辛さを分かち合いながら一緒に走るグループワークアウトの3種類があります。 Zwift のゲーム内から参加することができますが、今回はコンパニオンアプリからの参加方法を見ていきましょう。ライドをしていてちょっと気分が上がってきたなとか、帰ってから夕飯までの間に一発レースしたいなと、そういう時はコンパニオンアプリのその他をタップしてイベントをタップします。そうするとスケジュールが出てきますので、お好みのレースやグループライドを選びます。選ぶにあたって5種類のカテゴリーに分かれているので、自分に合ったものを選んでください。 E、 これは特に脚力の指標はありません。無差別級というか、誰でもウェルカムっていう形になります。で、実際に脚力が分かれてくるのが4つで、一番下から D、 速いです。次が C、めっちゃ速い。その上が B、 とんでもなく速い。そして A ランクが神々の戦いといった感じです。速さの表現方法は 100% 僕の主観ですので、あしからず。参加するためには参加したいレースやイベントをタップして、出たいカテゴリーの横にあるプラスをタップすると参加予約をすることができますので、イベントに参加するかしないか選択画面が現れたら参加するを選んでください。もしくは PC の方でイベントに参加するというのがあるんで、そちらをクリックしてもらうと、スタート位置に場所が変わって、スタートまでオンライン上でローラーを回してウォーミングアップをすることができます。レースに関しては自分の脚力以上のカテゴリーに参加してください。基準となる1時間出し続けられる出力である FTP を体重で割った数値をパワーウェイトレシオというのですが、 FTP180 で体重が60キロだと3倍となります。例えば D カテゴリーが 0.1 から 2.4 倍、 C カテゴリーでは 2.5 倍から 3.2 倍だとして、3倍ある人が D カテゴリーで走るとレースが機能しなくなるので、 C カテゴリーで出るようにしてください。パワーウェイトレシオ2倍だけど C カテゴリーとかもっと上のカテゴリーで走る分には自由です。イベントの画面の上のところにフィルターがあるので、ここで自分のカテゴリーを選んで、出たいイベントの種類を選んで、でフィルターを適用すると参加したいイベントを簡単に探すことができます。ミートアップ機能、続いては予定を決めて友達と一緒に走る方法です。まずミートアップに招待するには、一緒に走りたい相手にアカウントをフォローしてもらっておく必要があります。ミートアップの作成方法は、コンパニオンアプリでイベントをタップして、上にある人間が3人集まっているアイコンをタップ、ミートアップを作成するをタップ、いつどこでどのコースをどれくらいの距離もしくはどれくらいの時間走れるのか設定します。一緒に走りたい人を追加したい場合はプラスをタップしてメンバーを追加します。ミートアップをカスタマイズする機能は3種類あり、なしだと走っていて脚力の差が出て純粋なライドと同じで、まとめるに設定すると異なる脚力でも自動で一緒に走ることができます。ただ足を止めるとまとめる機能から排除されて普通に遅れてしまうので気をつけてください。レース結果にすると終了後にリザルトが出ます。ミートアップ参加者のみ表示はオンにすると、コース上に同じミートアップの参加者しか表示されません。グループにメッセージを表示は、ミートアップのメンバーにイベントの説明や注意事項などのメッセージを送ることができ、招待されたみんなが確認することができます。それでは次はミートアップに誘われたら、ミートアップに誘われたらコンパニオンアプリのホーム画面に招待されましたと表示されるので、タップして参加表明をタップ、そのミートアップへの参加が予約されます。ミートアップの予約が近づいてログインして適当な場所で走っていれば、5分前にジョインとボタンが表示されますので、それをタップすればミートアップの会場へ移動することができます。そうすればあとはスタートまでウォーミングアップをして、始まったらみんなとのライドを楽しみましょう。最近機能が増えてクラブを作成することができるようになって、グループライドを作成したり、仲間のトレーニングの進捗を確認することができるようになりました。
クラブに参加するにはレベル制限はありませんが、自分がクラブを作成したい場合はレベル20に達している必要がありますので、頑張ってレベル上げをしていってください。 Zwift ではこんなにも数多くの機能が準備されていて、使いこなせばインドアトレーニングをより楽しくしてくれます。この動画を見てやってみたい、こんな機能知らなかったって思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。今度は Zwift で行えるトレーニングプログラムのやり方とか、エルゴモードとか、バイクのパーツを変えたりフレームを変えるとどう変わるのか、どうすればいろんな機材を早く使えるようになるのかとか、あと Zwift で100キロ出すにはどうすればいいのか、そういう攻略法的な動画も作ってみたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。良きZwiftライフを。さようなら。